ペトログリフを探せ。拝み返し、巨石群は、熊本県熊本市西区の御岳東門寺地区にある遺跡。古くは、拝みの石、拝みの石、と呼ばれていたようである。Google Earth 上に、レイラインが交差するポイントがいくつかある。ラウンドマーク的な目印に見える。現代の航空標識のようなものだ。日本でペトログリフを探すのは、割と容易なことである。神社、仏閣の敷地には、かなりの確率で、ペトログリフが存在する。拝み返し巨石群も、佐賀県の田島神社のペトログリフから宮崎県の西都原古墳に引いた線と、福岡県の彦山と熊本市の金峰山のクロスライン上にある。もっと地球規模で見れば、世界中のラウンドマークとつながっている。私は手の届く範囲で確実に自身が行って確認した場所からラインを引いてペトログリフの存在を確認している。画像が少し安定しないのは延べ竿の先端にカメラを取り付けて撮影している影響です。岩の頂上部分も詳細に撮影するためです。台座から転倒した大岩も優に30トンは超える。どうやって据え付けたかも謎である。日本のペトログリフ研究はつい最近始まったもので、それまでは古文書や神話、伝説などで片付けられ、考古学者の鶴の一声で終わっていた。インターネットの登場で秒で世界とつながる時代、世界の考古学は多角的で、民族学、天文学、遺伝子学、物理学、地質学と学問のテリトリーはない。物差しの短い人たちはこれは自然にできたものと便利のいい言葉で片付けてしまう。少なくとも最終氷河期には人間の営みはあった。7万年前に始まり1万年前に終わった氷河期を指す。しかし7000年前に屋久島の近くにある機械カルデラが大噴火、その影響で日本の西半分は火山活動で住めなくなった。当時の人々は北に移動を余儀なくさせられた。延べ竿では画像が安定しないのでドローンで撮影します。シュメール文字塔が彫られたペトログリフもあるが、シュメール人、ヘブライの民が日本に渡来したのも紀元前2000年くらいで、それ以前からペトログリフは存在していた。つまり縄文人の前の時代から存在していた。阿蘇カルデラは30万年前から9万年前に発生した4回の巨大カルデラ噴火により形成されたカルデラ地形である。大災害の後に作られたとすれば、少なくとも9万年前ということになる。しかし一体誰がどうやって作ったかは謎のままである。青森県の三内丸山遺跡も紀元前5000年というデータが出ている。ヘブライの民が日本に流入するはるか前である。当時の縄文人はすでに稲作や船を使った交易も行っていた証拠が多数発掘されている。倒れた石柱は屋久島の天柱石に似ている。
さらに山の上に進みます。立て札にはメンヒルと書かれているが、実際に見てみよう。休憩者の場所に突き刺したように巨石が立っている。南南西の方向を指している。その方向には金峰山、メンヒルではなく陽石と呼ぶ方向を示す石になる。足場が悪いが、回り込んで撮影します。ちょうどかまぼこのように岩の谷側はフラットになっている。これも自然にできたのだろうか。前方にいきなりカエルが現れた。枠戸石と言われる石だ。ボタモチに似たカッティングの頂上石、他のペトログリフでもよく見かける。これも自然に丸くなって偶然に頂上に残ったのだろうか。
亀石も以前は頭が頂上を向き、頭になる石がバランスよく乗せられていたが、熊本大地震で亀石が谷川に転がり、頭の石は落ちてしまった。今日では衛星画像 Google Earth を駆使して遺跡の正確な位置がわかる時代、自身が撮影したペトログリフを線でつなぐだけでも関連性が見えてくる。今回の調査で尾上貝氏巨石群も現代の建設技術では非常に難工事になることがわかる。意図的に作られたのは明らかだ。自然にできたものではない。大分県豊後高田市猪群山のストーンサークル、中津市八重山神社のペトログリフ、神山山の三角岩、白竹神社のガラム神、沖縄県の宇滝信仰、アメリカ大陸のインディアンロック、南アフリカの地上絵、オーストラリアマウントコナーのウォンバット、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。